歌ったらよかろうもん。はい、というわけで皆さんこんにちは、ラボックボーカル教室インストラクターの清水愛です。今日は前回に引き続き、からくれないのラブレター、メタテコナンの、映画の、テーマソングになっています。渡月橋君思う、倉木麻衣さんの曲をやっていきたいなと思います。サビ編です。からくれないに染まる渡月橋、導かれる日願って、川の流れに祈りを込めて、 I'll be a think about you、 I'll be a think about you、 いつも心君のそば。はい、という感じなんですけど、やっていきたいと思います。まずですね、サビ、ここ、しゃくりなしでそのままストーンと、入っていきます。からくれない、少しちょっと声楽っぽさが出てもいいぐらいまっすぐ歌っていきます。からくれない、でこのない少し、息を混ぜて、ウィスパーな感じで倉木麻衣さん歌ってますね。で少しここにビブラートが入ってるんですけど、倉木麻衣さんの特徴、少しちりめんビブラートのような感じで細かいビブラートが全体的にかかってるんですけど、そんな風にしたければ細かくビブラートを、ちょっと入れてみてください。からくれないに染まる渡月橋ですね。でブレスして、導かれる日願って、でここ願ってしっかり階段降りるように、願って一個ずつ、願って一個ずつ言ってあげます。でその後、川、願って、川の流れなんですけど、ここなぜかですね、川のなって少し間を空けてますね。でブレスはしてないんですけども、まあここ特徴になったので書きました。川、川の流れに祈りを込めて、 I'll be a think about you、 I'll be a think about you、 でここの you、ここかなり息っぽく歌ってましたので、息をふーっ声帯ドバッと開いてあげて、息を漏らしながらビブラートかけてあげてください。 I'll be a think about you、 I'll be a think about you、 いつも心君のそば。でここですね、いつも心、少し、サイと言って息を最後、ドバッとため息のように入っていました。いつも心、ギリギリまで伸ばして息をちょっと吐いてあげる。でブレスして、君のそば、ここ最後も、すごく、息を出してあげると、切なさとか儚さ出るんじゃないかなと思います。ここも最後揺らしてあげると、倉木麻衣さんっぽく歌えるんじゃないかなと思います。では最後みんなで歌ってみましょう。ワン、ツー。からくれないに染まる渡月橋、導かれる日願って、川の流れに祈りを込めて、 I'll be a think about you、 I'll be a think about you、いつも心君のそばっていう感じです。皆さんもぜひやってみてください。終わります。